よお前ら、この前なアンパンチャンネルのメンバーの一人のね一夜くんから豚飯っつーさ、とんでもないメニューが送られてきたわけさ。このペヤング焼きそばの上におにぎりとポテチを置いて食うっていうよくわかんねえ料理だが、俺は思ったよ、こいつ全然攻めてないなと思って。だから俺はね、一夜くんの豚飯を超えるスーパー豚飯作っていこうと思った。だから買ってきたんだよ、これペヤングをよ。まずはソースをかけていこう。一夜くんはね、なんかお気に入ってどっかのブラックナイトみたいなモノマネしてましたけど、邪道だ。自我がない。あれだ。人のモノマネばっかしてつまんねえやつだ。その時点でまずマイナスなんだよな。まずこれをね、かき混ぜる。こう。もう、ぐっちゃぐちゃに。かき混ぜて、普通のペヤング焼きそばを作る。ここまでは、一夜くんのね、豚飯と、全く一緒だよ。うん。作り方は一緒。ここまでは一緒だ。一夜くんはね、この上に、おにぎりを乗せていた。なんだその、お気に入ってるプレイ。女か。あれだわ。おにぎりこれに乗せるのは女子供だ。男は黙って。牛丼！これだよ。これを乗せることによって、豚飯は、完成するんだ。まずご飯を分けて、これね、ご飯を、こうだ！こうして、で、次に、これだよ。肉をぶっかける !OK! OKOK! で、さらに、付属の一味をかけて、これで完成だと思ったか！一夜くんはね、ポテチをかけてた。だが俺は、味にもこだわるよ。カッパエビセン、男なら、カッパエビセン。そう。これを、散りばめることによって、男のメニューは、完成すんだぜ！名付けて、スーパー、豚飯！はい、食べます。ちょ、待って、画面に映らない、これ。パイプですよ、うまっ。いただきます。うーん、うますぎー。